はい、それでは今回はインダストリー4.0について解説していきたいと思います。こういった新しい言葉よく出てきますけど、実際内容としてはそんなに難しいことは言ってません。単語として4.0とか言ってるので、なんかイメージしづらいかなと思うんですけど、要は技術の革新によって世の中は大きく変わってきます。それは工場にも影響しますよっていうような話なので、今回2つのポイントにまとめましたので、それについて触れて、理解していただければ、抵抗なく、単語についても使っていけるかなと思います。ということで内容について移っていきましょう。インダストリー4.0とは何かっていうと、大きく分けて2つです。1つ目がオーダーメイド、2つ目が、センサーで故障を検知するというところです。それぞれについて詳細について説明していきましょう。まず1つ目がオーダーメイドですね。ポイントとして、要はそのネットの発達が一番大きく影響しています。オーダーメイドなんてかっていうと、顧客の意見が聞けるようになったんですね。今までは、顧客との接点がそんなに多くなかったので、要は顧客のニーズっていうのがわからない状態でした。しかも開発に、1年とか2年とか3年とか、自動車とかだと3年とかってかかりますよね。なので、その結局、生産者側が、意見を取り入れたところで、3年後なので、時代としてちょっと変わっていってるよねと。そんな感じで、どうしても生産者側の意見、生産者側がどうしても押し売りしないといけないっていう状況が出てきてたんですね。一番有名なのはフォードですよね。フォード自動車。フォードの会社っていうのは、なぜあれほどまでに売れたかっていうと、全く同じような見た目の車っていうのを大量に安く売るっていうのを開発したのがフォードでした。他の自動車に比べて圧倒的に安かったので、それでみんなが使えるようになったと。みんなが使って、それで広まっていったというのがフォード自動車になります。その中から少しずつトレンド変わっていって、自動車っていうのはある程度自分の個性を出すようなものになってきましたよね。最近でもデザインが結構重要されていて、機能、エコであるのは嬉しいんだけど、エコよりもどちらかというと見た目の方が重要っていう考え方も結構最近では多いかなと思います。というところで、少しずつデザインとかっていうその顧客の意見っていうのが入ってくるようになっていって、とうとう最終的にはオーダーメイドになっていくだろうというのが、その第一のポイントですね。要は大量生産大量消費だった時代っていうのが、今まで続いてきたんですけど、それが少しずつ終わりを迎えているようなと。現状でも垣間見えてますけど、少しずつ終わって、顧客の意見が完全に反映された商品っていうのが作られていくと。工場側としてどう変わっていくかっていうと、工場内の、なんですかね、プロセスっていうのが、コロコロ変えられるような、そんなチェンジできるような状況になっていくんかなと思います。設備としてその1回建てたら終わりではなくて、細かくメンテナンスできる、もしくは、そのデータを送付してそれで 3D プリンターで作るみたいな感じで、すぐにデータを反映できるような機器っていうのが少しずつ取り入れられていくということは、このインダストリー 4.0 の、大きな革命になります。ということで、オーダーメイドですね。で、2つ目がセンサーで故障を検知するというところです。要は今って、その、さっき言ったようにネットの発達がやっぱり大きく影響していて、その市場に出した商品っていうのがセンサーつけられるんですね。で、そのセンサーを大量に取ることによって故障を検知できると。ということはどうなるかっていうと、工場側のどれぐらい作ったらいいかっていう需要が予測できるんですね。例えば有名なもので言うと、コマツのコムトラックスっていうやつが一番有名かと思うんですけど、コマツってその建機メーカーです。建設機械を売っているメーカーで、例えばショベルカーとかダンプトラップとかではそういったものを売っているメーカーです。で、そのコマツっていうのが、その建設機械っていうのにセンサーを取り付けていて、その稼働状況っていうのを全てずっと検知してるんですね。で、稼働状況が分かれば、それだけで、要は何年使ったら大体ガタが来るだろうっていうのは、もう大体もうノウハウとして持ってるわけですよ。なので、その使用量に応じて、このぐらいで買えないといけないとか、このぐらいでメンテナンスしないといけないってなった時に、部品の生産だったり、実際のその建設機械の生産だったりっていうところで、需要がこのぐらい来るからっていうところで予知して生産を行うことができると。なので完全にデータベースで予想できるっていうわけですね。今まではもうとにかく、その市場の、需要が高まる、需要が今高いから少しずつ投資して工場を大きくしていこうとなってきたので、毎回ずれてたんですよ。その需要と供給はマッチしない状況というのがずっと続いていて、需要が増えた時に少しずつ供給を増すんで、需要過多の事態が一回起きますよね。で、その後に、結局需要が少しずつ落ち着いた時に供給過多に一回なって、供給過多になった後にやったりをするっていうような、そんな形だったのに対して、今回、センサーで故障を検知することによって需要と供給をマッチさせれる。だからこそ、無駄に作ることもないし、その、なんですかね、市場のニーズっていうのも、無駄にすることがない。だから要はみんなが欲しがってるのに買えないっていう状況はとにかくなくなっていくっていうのが、このセンサーによる大きな革命です。
で、あと、GE の航空機とかも、このセンサーの故障検知取り入れられていて、要はその大きな機械っていうのにセンサーを取り付けるっていうのが、まあ、要は費用対効果が高いってことですよね。なので、まあ、そういったその大きな機械っていうのにセンサーをつけることによって、どの部品が必要か、どの機器が、需要が今後来るかっていうところが分かってくるので、工場として無駄な動きが極力なくなっていくと、生産量が、コントロールできる。要はデータから生産量がコントロールできるっていうのが、まあ、大きな、革命、インダストリー4.0における革命かなと思います。ということで、今回、インダストリー4.0について解説していきました。ポイントとして大きく2つ。1つ目がオーダーメイドになる。そして2つ目がセンサーで故障検知できるというところですね。1つ目のオーダーメイドに関しては、今までだったら大量生産、大量消費の時代だったんですけど、それが大きく変わりますよと。顧客の意見が、かなり今反映できるようになってきていて、しかも生産もかなりスピーディーですよね。中国の工場とかも本当に1年ぐらいで、まあ、コピー品が大量に出回るぐらい、そのぐらいには、生産の速度が上がってきているので、とにかく顧客の意見を反映できる、そんなオーダーメイド製品というのがどんどん増えていくだろうということが一つ予想できます。で、2つ目がセンサーで故障検知ですね。大きな機械、例えば建設機械だとコムトラックス、小松のコムトラックスとか有名ですし、航空機だと GE がやっていて、故障検知をすることによって、ニーズ、需要がどんなタイミングで来るかっていうことが分かると、部品交換のタイミングも分かるので、その時点で作っておけるということで、その、実際に使う側としても工場側としてもウィンウィンの関係ができるわけですよね。というような感じで、インダストリー4.0の特徴を大きく2つ挙げました。この2つさえ理解しておけば、インダストリー4.0、要は次の時代に工場がどんな風に変わっていくかということは理解できると思いますので、その2つ、押さえておいていただけると、まあ、もっと、今後の、時代の流れというのは理解できると思います。ということで、今回これで、解説を終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。